松下幸之助なんててそう言ってるわけですよ15度とか20度このぐらいしか見えてないんですよだからこそ常に人間というのは世界は広いと世の中は広いと今見ているこの世界が大した世界じゃないのにサーチをしなくなるから結局パフォーマンスが下がっていっちゃうわけですよその時に重要になるのがアスピレーション目線を高くして自分を満足させないってことなわけですよつまり自己認識なんですよね自分はまだまだだって思う時には自分の置かれた立場を客観的に見てみる そしてもう一つこれ最近経営学でいろんなく注目されてるんですけどある意味での自分の現状をしっかり見たらまだまだだと思う謙虚さが重要になってくるんですよね。